スーというわけでやってまいります。トップステラエンターテイメントテラチンパンチです。今回はグランドクラスゴールドをやってまいりたいと思います。そして今回やる企画はこれやー1万円差です。例によって500円のルーレットでどれだけメダルが戻ってくるのかというのをやってまいりたいなと思います。うちのお店の基準としてはだいたい1万円で5000枚なので、それを基準にしていければなと思っております。さあメダルを入れましたと。どちらでルーレット回すのかな。もちろん挑戦します。こっちでルーレット回すんですね。さあ果たして何が当たるんですかね。ジャックポットチャンス、サテライト、ロイヤル、サテライト、ジャックポットあって、何それ、ゴールドプレミアム、楽しそうなのもありますね。さあやってます、サテライトチャレンジ。あ、今のところ美味しいものはあんまりないので、ジャックポットチャンスとかネクストとかは一旦入れていきたいところでもありません。ネクストネクストの方は今のところ美味しいのないから、ロイヤルジャックポットチャンス入れる方が良さそうですね。なのでロイヤルウェイゲットよってってくる。さあやります、ロイヤルジャックポットチャンス。演出がレジェンドっぽいね。ここは初期値が3000みたいですな。あ、これいいよ。あるよ、あるよ。Thank you。入れた。500円で早速入れたね。
2個目の挑戦です。サテライト、あー、まあサテライトも今のところどこでもいいかなって感じ。まあ6入れば JP ガラポンが多分できるかなってところですね。2はメダルがもらえるだろう。じゃあグリーンジャブイ3回目のプレミアムのラスト。サテライトチャレンジ以外行きたいよね、そろそろね。でもあれか、ジャックポット取っちゃったからちょっと辛いのか。お、これはいいんじゃない。ありがとうございます。さあ、やっとすぐジャンプチャスー。ああ、シルバーが2150枚で、ゴールドは1600枚ぐらいですね。なんだったらなんかチャンスとかに言いなさいか。ライトチャレンジに挑戦できるよ。ありますね。あー、押し込まないやつね。これは時間がかかりそうなやつですよ。わー、こい。なんだったらチャンスとかも面白そう。あー、ビンゴ。あー、ビンゴはまあ17とか19とか15とか。あんま意味がない。さあ、プレミアルートどこに当たるのかしらね。最低でも避けない。わ、ロイヤル。あ、やっぱりロイヤルでこっちゃつ。さあ、2連チャン決めちゃうのか。初期値に戻って3021になってますね。あ、悪くないけど伸びなかった。あ、これチャンスある。ワンチャン、ワンチャンス。あ、プレミアムチャンスいいね。そうよね、ゴールドプレミアムいけるから。ゴールドプレミアムね、見てみたいんですよね。もう一回我慢して、さらに我慢して、さらにさらに我慢して、うわー、でーっと、いつもアイテムルルトのおじいちゃんです。おーっと、ゴールド、ゴールド抜ける。サテライトね。サテライトは特に美味しくないかなって感じですね。先ほどと同じくサテライトは6番がいいかなぐらいで、アイテムルーレットしくった。あれ、何でこれ400円でやっちゃった、もしかして私。気合の20枚。はい、気を取り直してやってまいりましょう。まあ1個400円でやるのも一興でしょう。サテライト、さあ、よどさよ、サテライトチャレンジのお時間です。まあ6とかがやっぱりいいのかな、ガラポンだし。やってみましょう。ゴールドプレミアムは見てみたいけどな、見せてくんねえかな。
杉田サテライト、はい、いってらっしゃいませ、サテライトチェンジ。あら、ネクストネクスト、めっちゃネクストさせるよ。これはね、5678が熱いっすね。78いいね。メダルもらえて、ボールが払い出されるよ。落とすとサテライトチャレンジに挑戦できるよ。で、78だからボール2球もらえるんじゃないかな。まあ、フィールドにはボール0だったんで、悪くはないかなと思います。プレミアムルーレットいってらっしゃい。サテライトは今さほど美味しいのないからね。まあジャックポットチャンス入れるしかうまみはなさそうかなって感じです。なんで入れちゃいます。ほら筋肉ほいによっと、はい、さあやったぞ、ジャックチューズー。それではスタートしていきましょう。これはベットの、そう、何か出る。さてさてさて抜きさて抜きってこと。ほら止まる。あー過ぎた。これは序盤にサテライトを、序盤に多分ジャックポット取ったからサテライトが多いんだろうな。ある種のミスやな。ジャックポット入れてくる。できることであればシルバー入れたいところなんですけどね。シルバーが今2290なんで、ここのチャンスのところを乗り越え、ちょそろそろサテライトは逃げていきたいところ。まあ、サテライトでも今実質的にジャックポットチャンスへいけてるからね。強めではあるけど、この運いつまで続くか分からないから。ほらゴールド、わお、意外とガラポン当たらないな。セキュン、ジャッパチャスー。今回は、今回これかなり辛いね。このお時間でやんす。ガラポン過ぎてってロイヤルも過ぎてってサテライト、はい、サテライトチャレンジでございますってよ。またジャックポットチャンス入れてもいいですよ。そういうのもありありの、あ、わー、ずれたー。欲張りセット欲しいな。欲張りセットが欲しいから、やっぱゴールドプレミアム行きたいよね。はい、やってみましょう。サテライトチャレンジですってよ。あ、1と4、145かな。145は入れると割といいかもしれない。ネクストですって。なんか今日ネクストとかジャックポットチャンスとか入れる力持ってるね。いいよ、そういう運命力持ってるよ。いやー、ロイヤルっちゃう、ロイっちゃう、うわー、ロイボ
さあ、あとは6回ほどでございますね。ほらほらロイヤル過ぎてってさあ、サテライトチャンスのオーディオンでございますよ。あー、7かな、悪くないね。じゃあ私の苦手なガラポンやりますか。さあやってまいりましょう。ジャックポットガラポンのお時間です。さあ緑川継続、ゴー。さあ第2ラウンドスタート。お疲れ。私の苦手なガラポンの時間でございます。あぶな、ゴー。ちょっと苦手すぎないこれ。いや、草。ああ、なんかもらいました。ニャーン。ファインプレミアムルーレット。もうゴールドプレミアムはないね。希望も減ったくれもねえよ。はい、サテライトチャレンジのお時間です。3に入ればまた私の苦手なガラポンが始まりますね。あー、そういうのじゃなくてジャックポットチャンスでもいいんですけどね。頼むよ、そろそろ。いや、全部見たいけどな。ゴールドプレミアム見せてくんねえかな。このありがとうございます。ジャックポットチャンス。あ、シルバーは先ほど出ましたが1500枚、初期値上がったな。お、チャンスいいね。さあ、この子ゴールドさせるか。ゴールドプレミアム見てみてーなー。見てみたいのー。おー、ダメだー。ゲーム。さあ、あと3回ですね。あと2回、あと2回で展開来い、展開来い、展開来い。何かしらの展開、サテライトか。はい、やってまいりました。サテライトチャレンジの時間です。7に入ると苦手なガラポンが始まりますね。6はな、最後はジャックポットチャンスとかで収めていただきたいですね。いってこれ、あー、助けて助けて。終わった。あ、ゴールド、あー、ない、またないと。はい、ファイナルサテライ。あー、お土産で13あたりもらうか、ジャックポットチャンス行くか、どこかですな。それは関係がな。そのわけで1万円課金しましたら2800
99枚ということなんでね、あーやった感じだとどうなんだろうな、最初にロイヤルジャックポット取っちゃったからそれで内部ルーレットの機嫌を損ねてしまったのかなとも思わなくはない結果になってんじゃないかなと思っておりますわ。一回ジャックポット取ったらもう逃げるのがいいのかもしれないですね、グラクロゴールドに関しては。そんなわけで今回はこの日以上にしたいなと思います。お疲れだけありがとうございました。お疲れ。